生命工学科の芦高です。近年生命科学の進歩によって多くの生命現象が遺伝子やタンパク質など分子レベルで解明されつつあります。その成果は医学のみならず工学や農学にわたるまで様々な分野で活用されています。分子生態機能学研究室では神経機能の分子基盤を理解することを目的とし、痛みを分子レベルから探ることに取り組んでいます。痛みには生理的な警告反応としての急性の痛みと、痛みそのものが病気となる慢性の痛みがあります。慢性の痛みは私たちの体に遺伝子の発現変化、細胞レベルの応答性の変化や神経回路のダイナミックな変化をもたらします。現在は痛みを抑制する分子を見出し、その遺伝子構造を明らかにし、イメージング技術を用いた細胞機能の測定による分子の制御機構の解明に取り組んでいます。また分子間の相互作用にも着目し、光学的技術を駆使したナノビーズを利用し結合分子を取り出しています。さらに遺伝子工学により結合分子を書いたマウスを作成し、個体レベルでの痛みへの関与も調べています。多くの病気と関連する痛みを抑制することは社会的な要請も高く、また分子、細胞、神経回路、個体レベルへと研究を積み上げていくことが可能な魅力的な研究領域です。ヒトゲノム計画の終了により多くの遺伝子構造が明らかになり、21世紀は遺伝子の機能解析の時代と言われています。ぜひ一緒に研究してみませんか。